その時に、これはもう誰か一緒に働いてくれる人がいないと無理だなと、スタッフが。はいはい。向こうの現地のスタッ現フ地のスタッフがいないと、もうこれもう絶対無理だってことに、もうその時気がつくわけ。はいはい。じゃあ誰にしようかなと思いながらさ、はい。いつものように夜はさ、はい。足のマッサージしてもらってるわけじゃん。はいはい。で、足のマッサージしてもらってる時に、ちょっとこのお姉ちゃんに言ってみようかなとか思って。で、もともと僕の師匠ってね、はい。ある師匠がいて、はい。まあ、本当に僕はその師匠を自分のお父さんだと思って接してたんだけどうも、この人が本当ね、どこの国、もう僕は金魚の糞みたいに一緒にいろんな国連れてってもらったけども、どこの国行ってもね、もうドミナント方式で会社を作ってる人なの。もう中国、はい。タイ、ミャンマはい。ー、インドみたいな感じで、ええー、そでうなん世です界各ね。国に重機作ってたんだよね。あれ、ネットカフェの重機作ってたの、その社長は。ネットカフェの仕切りみたいなところですそう、か？あとその机とか、そういうのはい。重機を作ってる社長で、で、えその方が、中国とか、ー。うん。タイのチェンマイとか、まあ、そういう田舎町で工場を作って、そこで作るわけ、重機を。で、なんでそんなことしてるかっていうと、やっぱりまあ、当時は中国でもタイでもその山奥ってやっぱちょっと貧困地域っていうのがあるわけ。はいはい。この貧困地域にその工場を建てて、やっぱりその雇用を生むっていうのが目的なんだよね。めっちゃすごいことしてますね。もう神様みたいな人なんだ、あの方は。そうですね。で、その方はやっぱりその現地に行けば現地の言葉で喋るわけ。はいで、はそい。れを僕は見ててすごいカルチャーショックでね、はいはい。もう本当にかっこいいなって思って、もう絶対自分もね、いつかこういう人になるんだって思うわけ。はい。でも語学って大変さ。いや、そうですよ。語学ってすごい大変なの。だって僕たちも高校とか中学で習ってきたじゃないですか。習ってきたけど一つも喋れないそうですよね。ね。だからそんな時に自分も絶対その社長みたいになるんだって決めてる時に、やっぱり語学ってはい。これじゃないんだよね。はいはい。語学ってのは絶対的に耳なんだ。ああ、そうなんだ。うん、もう学び方が違うんですね。そう、だからはい。もう自分はやっぱホームステイしなければ、一番はやっぱそのね、やっぱ中国人と一緒に暮らすこと。その現地の人と暮らすっていう、暮らして自分の言いたいことが言えない、このもどかしさっていうのが、これが上達の基礎。だから僕、自分が言いたいでしょ、はい。自分が言いたくても喋れないこと全部日本語でメモっておくんだよね。はいはいで、はい。それを後で調べるんだよ。はい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 。で、そうやって僕はその単語能力を増やしていったわけ。わあ、そうなんだですから、そのね。ためにもまずそのホームステイする人を探さなきゃいけないじゃない。はいはい、そうですだから、ね。たまたまさ、僕の足のマッサージしてくれるとお姉ちゃんがいたからさ、はい。お姉ちゃんに、その時僕はずっと旅の指差し会話帳っていうのを使ってたのよ。ああ、はいはい。ありますね。旅の指差し会話帳で、あはい。れで、私、今日、泊まる家ないから、あなたの家泊めてって指差し会話帳で会話したんだよ。すごい。そうしたらその子がね、普通に「いいよ」って。すごい。フットワーク軽いっすね。で、このマッサ同じマッサージ場に、私3姉妹で、その他に兄弟がいるから、その兄弟にちょっと聞いてみるねって言って、そうなんですね。同じ職場に3人勤めて、3姉妹がそこに勤めてるの。へえ、それ中国。と中国の杭州そう、ですよね。杭州っていう。ほんで出ててさ、はい。姉ちゃんと妹と喋ってさ、はい。いいって言ってるから、あんた今日来ないよとか言われて、うん。おお、マジか、ありがとうとか言ってさ、私あんたが見た初めての日本人とか言ってさ、ええ、そうなんすおお、そうなんだみたいな感じで。20年前ってそういう時ですかね。いやいや、多分特別だよと思うよ。そんなことする人いないでしょ、きっと。そうっすね。で、結局そのね、もう3姉妹とはい。弟だから4人兄弟だったんだね。あ、4は人いはい。兄弟ですごい狭い家に暮らしててね。で、そこに僕がお世話になることになるわけ。そうなんですね。もう今でも本当鮮明に覚えてるけども、すごいお世話になって、アーリン、アーチン、アーフォンっていうこの3兄弟、3姉妹ね。うーわ、名前そっくりですね。アーリン、アーチン、アーフォンっていう、そこで、お世話になって、4人と僕と5人の共同生活が始まるわけだよね。だからこの時も日本語が一つも通じない。そうです彼女よね。らは初めて見る日本人だし、日本語なんかね、ありがとうすら知らない人たちだから、まあそこでもう僕はいつもノートを持ってね、旅の指差し会話帳とノートを持って、そこでこうキャッチボールが始まるわけだよね。そうなんすね。そう、これで僕はだいぶ覚えたね。そうなんすね。どのぐらい一番初めて泊まられたんです基本的に僕は1週間ぐらい行くのよ。中国に。
あ、中国でもタイでも買い付け、買い付けて1週間ぐらい行くのね。はいはい、だから1週間行ってる間の7日間はそこの家に泊まって、へー、でそのアーリンに、はい、給料払うから、うん、ちょっと買い付け一緒に行ってくれと、うんうんうん、で通訳してくれと、はい、で通訳してくれたとさ、日本語も一つもわからない、意思の疎通も意思の疎通も全くままならないのにそうですよね。そのアーリンっていう子はめちゃくちゃに頭良かった、はい、だから僕の言いたいこと全部わかるんだよね。そうなんすね。でもだ、まあ、大体問屋に行けばさ、言うことってあんまり決まってるからさ、はい、はい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 、だからこれ、うん、これのもっと大きいやつとかこれのもっと小さいやつとかさ、そうなんすね。であのね、問屋って言ったら使う単語ってほんと少ないんだよ、はいはい、だからもっと小さいのないのかとか、はい、もっと大きいのないのかとか、これは何個あるんだとか、はい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 、そういうのはもう全部暗記するわけ。あ、簡単だから。なるほど、うん、そうですね。そうだからもうそれは自分が覚えていって、はい、だからすぐにね、あの問屋で喋る単語っていうのはもう全てマスターした、マスターした。そうなんすね。もうこれで交渉できますね。そうそうそう、交渉できるようになって、はい、さらにその配送業者っていうのもその結局アーリンが全部手配してくれて、うん、もうそっから業務が飛躍的に伸びていくんだよね。うわ、アーリンのおかげっすね。そう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 、本当に彼女のおかげ、はいはい、だからあの彼女のおかげというか、本当にそのファミリーが総出になって本当に家族だったね。それすごくないですか、うん、だって全然国籍も違うし。そうだから本当にね、あの人たちとの出会いっていうのは僕の中でやっぱりそのビジネスを加速されしていく中ではもう本当に忘れられないファミリーだよね。そうですよね。そうで残念ながらさ、はい、ね、最後は本当残念だったな。はい、本当すごい狭い部屋だったよ、はいはいはい、狭くて汚い部屋だったんだけど、はい、もう本当僕彼女たちのおかげですごい助かったから、はい、ちょっとでかい家に引っ越そうって言ってさ、うん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 、でそこの家賃がね、なんか5,000円ぐらいだったんだよね。もともと住んでいる家、もともと住んでる家が5,000円で住める、5,000円ぐらい、なんかもう共同団なんていうの、すっごいなんか、はい、昔に日本にあったもう市営団地みたいな、なんかあれのもっと小さいバージョンみたいな感じで、ね、はい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 、で、もうちょっと広いとこ引っ越そうと、うんうん、言って、でもね、すごい広い 3LDK みたいな、はいはいはい、みんなの部屋ができましたね。日本で言ったら多分20万ぐらいの家賃とこ、はい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 、で3万5,000円だった家賃が、めっちゃ安いっすね、うん、めっちゃ安いっすね、うん、だからそこで3万5,000円の家借りて、はい、でまたそこでまたみんなでこう仕事しながらだけども、はい、最後はそのアーリンがね、私もなんかビジネスを始めたいって言い出して、うん、はい、何やんのって言ったら、洋服屋をやりたいってわけ、はい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 、おいいんじゃないのって言って、うんうん、でお金貸してくれって言われてさ、うんうん、もうお世話になったからいいよって言って、うん、いくらさ60万って言って、それ日本円の、日本円で60万だって向こうだったらめっちゃ大金じゃないですか。そう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 、でもやっぱりお世話になってきたし、うんうん、いや分かった、じゃあいいよって言って、うんうん、で60万渡すわけでしょ、はい、で60万渡すんだけども、結局彼女はその俺に嘘ついてたんだよね。どの辺に嘘があったんですか。あ、だからその自分で独立して洋服やるっていうのは嘘だった。どういうことですか。で結局彼女は何やったかっていうと、はい、ネットワーク始めちゃったんだね。ネットワークビジネス、そう、日本で有名なネットワークを始めちゃって、その商品を買うために60万円使っちゃったんだよね、はい、それが分かって、お前なんで嘘つくって言って、そうっすね、なぜ嘘をつく必要があるって言ってさ、うん、そうっすね、うん、まあそれでも最後はね、結局それも失敗しちゃって、わあ、そうなんすね、うん、その家族4人で、その三兄弟三姉妹と男の子で、はい、田舎に帰っちゃったんだよね、で僕も携帯電話を落っことしちゃったんだよね。あ、で彼女たちはその時メールアドレスとか持ってないから、わ、そういう時代っすね、で僕も携帯電話を落としちゃったから、もう一生会うことも連絡もできないよね。そうなんすね、うん、てかこれゴールはなんだ。いやなんこれ大王の大失敗した話、どうだ、大失敗か、あ、はい、だけど僕は失敗と思ってなかったよね。あ、でも中国語は喋れるようになったじゃないですか。なったなったなった。だから僕の中では本当になんていうのかな、はい、自分の中でも絶対それは授業料と思ったよね、はい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 、だからもう絶対ここから先はもう騙されないぞっていうさ、うんうんうん、だからそうですね、まあ、そこからもちょいちょい騙されたけど、やっぱり大きな金額っていうのはないよね、はい、なるほど、うん、そうなんですね。いや本当にあれですね、本当に出会えてよかったですね、うん、だからね、本当に人生はさ、誰と出会って誰と過ごすかだからね、はい、やっぱこういう出会いっていうのは本当に、だから僕の出会いっていうのは本当になんか
面白いんだよね。そうですね、うん、本当に面白い。普通じゃないですよね。普通じゃないよね。アーリンは大王のことなんて呼んでたんです。サク。だからファミリーみんなサクだから。あ、へえ。みんなサク、みんなサクって呼んでたんです。みんなサクって言ったね。へえ。いつか検索して現れてほしいですね今だって日本で検索したら出ない名前じゃないじゃないですかいやいや、まあそれは知らないけど、でもまあ懐かしいからね、はい、またみんなと会いたいなと思うよね。そうですね、うん、本当にお世話になったよね。本当ですよね、うん、本当ファミリーだったからね。わあ、すごい。語学はやっぱりその現地に飛び込んで。あ、もう語学はそれしかないよね。体感。もう僕はこれ無理だから。あ、へー、頭痛くなるねこれそうっすね、うん、やっぱり実践だから。あとなんかこれだと意味わかんない無意味な単語とかいっぱいあるじゃないですか。あ、やっぱりね、その一緒に生活してるとこれが言いたいっていうのがあるから、はい、だからそれをずっとメモって調べて、はい、でそれを喋るっていう。だってそれは必要な単語ですもんね。そうだから必要最低限の単語だけは本当に全部覚えたよね、うん、YouTube をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではさまざまな開運情報や、はい、どうしたら人はね運気が上がってくるのかってことに特化していろんなことをお話をさせていただいておりますので、もしよろしかったらチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録ここ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 一周回っちゃってるよこれ何周回るんですかということで、チャンネル登録をよろしくお願いします。また